後藤厚生労働大臣は新型コロナワクチンの3回目接種について接種間隔を前倒しできる場合の基準を設ける方針を明らかにしました。具体的基準を、作成、進めておりまして、なるべく早く、ご要望にお答えできるようにお示しをしたいと。3回目の接種間隔について厚生労働省は原則は2回目の接種から8ヶ月以上とする一方で自治体の感染状況などに応じて例外的に6ヶ月以上に早めることも認めています。全国知事会は21日接種間隔の前倒しについて基準を示すよう政府に求めていました。これを受け後藤厚労大臣は基準の作成を進めていると明らかにしました。